道の駅全部寄ってみた。今回は村上市は三北地区、まあ、新潟県の道の駅で言ったら一番北になりました。夕日会館笹川流れです。私はあの海見たい、ソフトクリーム食べたいそれを食べたいがために来ます、ここに。じゃあ早速行ってみっか。よし、行こう。ねえ見てよ、今日いいがったな、いい天気で。すごい。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。星川優子と申します。よろしくお願いいたします。あのここ笹川流れの道の駅は、はい、どんなところですか？そうですね、地元の商品を中心として、うん、あとはいろんな商品、あの夏物、季節商品入れたりとか、うんうん、そういったものを扱ってますね。まあ、新しく入れました、うん、あの村上市内にある割烹さんなんですけど、はいはいはい、善蔵さんっていう割烹さんがあるんですけど、うん、はい、そこからですね、最近ね、一番新しく、うん、酒浸しと、うん、あとお店で出してるごま豆腐を瓶詰めにしたものを新しく入れたんです。善蔵さんのごま豆腐絶品ですよね。そうなんです、これを入れたんです。そうなんです。本当に書いてある通りで、はい、スイーツ感覚なんですよ ね、 ね。だからなんか一つだけ食べたとしても、はい、あ次はっていうなんかおかわりくださいになっちゃう。3個入れもあるんです。素晴らしい。塩もずくなんですけど、お笹川流れのもずくは、うん、あの歯ごたえがものすごいシャキシャキとして粘りが強いもずくなんですよ。中三北のもずくってことですか？これはさ、食べるときって、塩で、塩、あの塩蔵わかめと同じで塩まぶしてあるので、うんうん、塩をさっとこう流してもらって、うん、もずく、まあ、熱湯かけたり熱湯通したりして、うんうん、あの酢の物にしたりして、あのこの辺の人たちが食べてると思いますね。いいよな、はい、酢の物な。笹川流れの塩です。もうこれはもうはい、ご紹介しないわけにはいかないでしょう。はい、塩はいっぱい揃えてます本当だ。そうなんですよ。これももちろん地元の、はい、そうですね、村上市内のお塩屋さんから、うん、はいはい、仕入れてるお塩だけですね。試食してみてください。いいですか？どうぞ。いただく。うめ。でもこの辺のお塩屋さんは大体釜で作ってるんですよね、うんうん、なので海水を汲み上げてきて釜で炊いて作ってるお塩なんですよね。私が大好きなあのソフトクリームをですね、ぜひあの皆さんにご紹介したいと思うんですよ。あのこういう色のな、青でしょ。塩ソフトって私は呼んでるんですよ、はい、実際の名前は日本海ソフトクリーム。日本海ソフトクリームなんですよ、はい、やっぱ日本海というか笹川流れの塩を使ってるんですか？そうですね、ミネラル工房さんのお塩を使って、うんうんうん、で日本海をイメージして水色のシロップを作ってもらって、うん、はいはいはい、練り込んでます。いい色でしょ。女子だったらさ、こうなんかペロみたいな感じなんだろうけど、ごめんなさい、いただきます。これですよ。甘いのと若干の、ほんの若干の塩の味がするの、それがね、ちょうどいいの、本当に。こんにちは、お願いします。いいじゃん、逃げ出たっていいじゃんそしたらじゃあ席座ります。
ありがとうございます。ほら見てよ、この眺めを、景色を、最高だよね。すごいよな、本当にいい景色、宝だよ。いいね。もうさ、夏とかさ、マジカップ、まあ、家族連れとかさ、まあ、ご高齢のさ、あのご夫婦とかさ、あといっちゃいちゃのカップルな、めっちゃ多いからね。あのソフトクリーム食べさせ合いっ子みたいな、そういうの見てどういう気持ちですか？っていう気持ち。失礼します。はい、森のアイスコーヒーです。アイスコーヒーって森のなんだ。普通のコーヒーではないの？じゃなくて、あの冬のジュエ、あのメープルサップって分かりますか？イタヤカエデっていう木が、うん、あの山北地区の大本地内に結構生えてて、うん、そこの冬のある時期だけこう樹液がいっぱい出る時期が、木ってことですか？そう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 、うん、このイタヤカエデの樹液の樹液で作ったコーヒー、水を使ってないので、え、微糖になってます。もうブラックじゃないんだ。じゃなくて、で樹液の自然の甘みが入ってるので、うん、甘いの。え、全然違うのかな。飲んでみてください。いいですか？はい、どうぞ。いただきます。すごいね、なんかもう見た目普通だよね。そうですよね、うん、いただきます。わかります？うん、わかります？わかるわかるわかる。よかった。まあ、甘いの好きな方はちょっと足りないと思うんですけど、うん、ほんのり甘いね。そうなんです。それが樹液の甘さで、そうなんだ、自然の健康と美容にいいみたいですよ。うん。いっぱい飲んでください。美味しい。これ、どう？まず教えてもらっていいですか？はい、甘エビでしょ。甘エビと隣に丸まってるのがキス。これ？あ、じゃなくてこれ。あ、こっちか。うん、それがキス。うんうん。で、ヒラメの縁側と、その隣がヒラメ。うん、で、また丸まってるのがノドグロ。え？ちっちゃいんですけど、ノドグロ。ちっちゃくてもノドグロ。そこがノドグロだよ。ありがとうございます。そして？そして、アラっていう。酢飯の上、岩船さんのコシヒカリ、もう幸せでございます。上に乗せてあります。ありがとうございます。のぞくろさんから、うん、いいよ、見たいんでしょ。しうん、しょうがね、見せてやるて。これね、見て、今口の中すっげーよだれでいっぱいなんだけど。いいですか？なのだろうか。うんめ、あんめ、いいな、幸せだな。